はい、続きましても第二上映場豊田センサーの昭和総裁18センチです。お願いします。はい、18センチ昭和です。この声も親声鳳凰で、非常に墨の決まりがいいです。墨の、紐模様は2段なんですが、非常に、この1段目と2段目の間の墨模様が非常に模様になっていて面白いと思います。はい、はい、まあ先ほどの鯉と一緒なんですが、鳳凰なので、墨がまだまだ良くなり、竹鯉としても楽しめる鯉です。はい、品評会スペシャルですよね。はい、はい、品評会スペシャルです。まあ、基本的には将来的に品評会としても使っていただけるというところもポイントですね。はい、まあ、何度か、この品評会スペシャルに出品していますが、初めの頃は全く墨がない昭和で、出していたんですけど、このように、はい、墨模様が非常にいい、昭和です。このまま締めて買って墨を出しても面白いと思いますが、このまま大きくしても楽しめる鯉だと思います。これからが楽しみな恋ですね。はい、これからが楽しみな恋って言っちゃいけないのかもしれないですけど、このイベントで。はい、でも、はい、品評会に将来使っていただけるという意味でも楽しんでいただける一本じゃないでしょうか。はい、はい、こちら大日王子城豊田店さんの昭和搭載サイズが18センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、縦恋です。よろしくお願いします。